ウォーフィガー関東エリアニュープラトン代表稲毛の剣、スーフィガー関東エリアクラブセガ秋原新館代表チーム赤天狗、さあこれより両チームが戦います。それではそれぞれ一言ずついただきたいと思います。お願いします。あ、稲毛の剣の光剣です。まあ相手のチームはちょっと帝でいつもやってる方々なので、今日はそれを生かしてもう俺が上だということを証明したいと思います。チームメイト と、自分を信じて頑張ろうと思います。あ、どうも稲毛の剣の投げです。こんにちは。ですね、まあ、1年間本当もう去年の闘技出れなかった時からもう絶対今年は出てやろうと思って、で、まあ今こうして壇上に立ててるってことはちょっと信じられないですけど、すごい嬉しいと思っています。で、本当いろんな人にお世話になってここまで来れたと思うんで、そういう人たちに、まあ、恩返しみたいな形で結果を出したいなと思ってます。よろしくお願いします。チーム赤天狗の FAB です。前も1回ここに来たことあるんですけど、やっぱり気持ちいいです。あと気の利いたコメントとかは井上の頑張りを全部期待してるんで、お願いします。チーム赤天狗の井上です。まあ帝でよく対戦してる、まあ、3人なんですけど、稲戸投げはぶっ殺します。チーム赤天狗の正弘です。完膚なきまでぶっ潰したいと思います。さあそれでは両チーム試合の準備に入ってください。そして実況下級。おはようございます。どうも下級です。本日は TGS2010 並びに闘撃10お越しいただきまして誠にありがとうございます。サブステージカテゴリー B ギルティガイグデックスアクセントがベスト4までやってまいりました。さて 1P 側、あれ先方誰、稲 2P 側先方井上という対戦が見られます。 1P 側若手、 2P 側10年選手、さあどっちが勝つでしょうか。始めていきたいと思います。攻撃点ギルティアギデクスアクセントコア決勝トライと準決勝第1試合、レディーファイト。さて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 、本日の決勝トライとベスト4、残ったプレイヤーは12名、残っているキャラは10キャラです。キャラばらけております。そのうちまずミリアとオーダーソル、帝若手イナーミリア、そして対するはベテラン井上オーダーソル。試合展開早いっすよ。まばたき厳禁、スピードについてこれるか。準決勝第1試合参りましょう。逃げ、改めまして攻撃点準決勝第1試合、稲毛の剣 VS チーム赤天狗、先方稲 VS 井上。まずはダウン、ゆっくり投げれない、でも OK。 お互いチャンスを伺う。致命傷はない、今のところない、立ち回ってる、あゆし動かない、足払い、ナイス打倒、次だ3割今日ゴールだ、残るか、早い展開。まず1本目、次は井上、第2ラウンドチャンスを伺う、まずは溶かしたい、溶かして置き手で、それがミリアの特徴。さあ始まった、始まらない、いやでもまだ始まった、
JP 来たよ。ファーストはゴール、リードは膝、まだまだ慌てない、起きてベースしない、できない、これが若さゆえの緊張感だ。ひらとる拾い詰める、ファーストが通らない、早め早めに前に出た井上、まだまだ若さが残っていたが稲の動きがやや硬い。ここで長所の作戦タイム、さすがに経験値が足りないのはどうしても埋めがたい事実、一番怖いのは対戦相手ではなく自分という言葉も昔の偉人も残しております。ちょっと緊張のタイトロープを渡り切ることができなかった稲、それを見て残っている2人、投げと三剣、慎重に会議を通した結果、投げです。ファウスト使い投げが出てまいります。それではいきましょう、中堅戦法戦レディーファイト。さて本日の決勝トーナメント、2キャラ出たキャラが2人、いや2人出たキャラが2キャラ、そのうち1キャラがファウスト。ファウストといえば関西では絶対作業こと RF が一力屍の山を築いたんですが、他のファウスト使いもプレイヤー性能のやり込みがファウストの空間制圧力に追いついてきた、そんな感があり今回の攻撃ファウストが非常に多い。そのうちの1人投げ、1年間積んできた修練はダメではない、いきましょう、中堅戦法戦投げ VS 井上、ファウストマンのどうなそれだ、開幕から飛びが通る、スパゲに耐える、なんか忍び勝利返す、ドリブルカウンター狙っている、バントは通る、空投げ引いたよ、ラインを上げて頑張れ、中央に逃げる、これは井上が強い、バースト強要、うん、問題がない、爆弾連携、画面足追い詰めた、だがラインを返す井上、ここでバーディーとある、ダンプライトをプラスダイブンターから先制に、まず一方選手は井上、第2ラウンド開幕から抑えにかかる、だが停止点を巧みに使う井上、ドリルをかわしての足、ドリルをかわす足払い、立ち回りの希望、ダンプライト足取る、ダンプハイリーハイリード、どうする、立ちて、まずは対空からラインを返して詰める、詰める、押し返す、中央、ここではヒット、ダイバーゴール、井上が強い、さあ来ました、リバースカードオープン、緑色の怪物、場に犬というモンスターを召喚し相手を噛み砕く、相手は死ぬ、緑色の怪物三剣、実は僕去年の闘撃の後帝に寄ったんですが、その時やっぱり昼間から一人でギルティギアをやっていたのは三剣でした、はい、10クレ入れて3ラウンドぐらいしか取れませんでした。やり込みは確かにあるよ、いきましょう、大将戦法戦です、大将戦法戦、三剣 VS 井上、ザッパ VS オーラソル、向かで運って出たのは幽霊、説明しよう、ザッパの3こんにちは3匹の向かで、カウントの絞り解けたによって出てくる表意が変わる、321で特定表意、その他の数字はランダム、今回出た犬もランダムの犬、手投げ
ランダムで剣、体力リードは井上、いや、泉、勝利はある。そして犬です。犬消えた、犬が出た。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、この一度犬は危ない。勝利。そしてラオー、ラストガード、どうするよ。おー、爽快ケブンちゃん、いや強い。ダッシュ投げ、最後はガッダッシュ投げ。まず一本選手は三つ麦抜かれていく。ヒルバーッ、助けて、タイガーフダウンド、ダンダーいるか。あー、危ない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 、中断で、危ない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 、投げて画面端を維持、中断通す、中断下段、勝利。あーめ、おばけはフランド勝利。落ちといてください。華麗な打撃と投げの単純二択、みつるぎがまずは一人抜き返す。さあどっち、中堅で出てくるな、まさひろ、マチャボーテスタメントというとすごい違和感を感じてしまうんですが、やはりこの男持っているものはすごい。目の良さ、反応の速さ、そしてオーラ、持ち得たものは確かにある。ここで止めたい。大将中堅戦となります。みつるぎ VS まさひろ、大学犬挟んで、はい、まず1回ガード駆動、説明しよう。犬の 2D はガード駆動、ガード駆動がループする、あとは相手は死ぬ。さて、マイカー 6K、ナズナが、あー、はい、今のが81の犬、カウンターの下1桁が1だと犬が自動で出ます。でも犬しか出ない、どういうことだ。さて、71をスルー、そこを犬でミスからワンコン、ダメ足、こうなるとダパス結構しんどい。59、運で犬、勝負に出たが、おっと、あるか、あるのか、ある、入れ替えて詰める、中段ガード、バックして下段はガード、ヤキヤキヤする、バックして、最後はバックステ投げ、誘って受ける。まず一本選手まさひろ、開幕完全に一点呼び、だがだが、あ、セーフセーフセーフ、91、犬、セーフセーフセーフ。さてランダムの剣入れたところで81、犬確定で犬、はい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 、いいかい、バックス、さすがのマチャボー、でも犬追いかけっこです。最後は6杯目のロマンキャッチです。11、どういうことだ、殺しても殺しても犬が出てくる、まさに絶望、絶望と戦い続けるマチャボー。さて、おいしいゼネットからのランズレブ、マスターオブパペットまで厳しい、ジャッパーこれが厳しい。さて、グレブリがマスト、ゴールだが 6K で抑えた、勝ったのはチームアカテック。